さんこんにちは。今日はですね、なんと、なんて紹介したらいいのかな。知らない、子供の気持ちがわかる公演。それはわかるでしょ。わかる。でもそれを、まあ、いろんなところでね、発信をしている、平山聡太くんだったかな。ひさまつ。あ、ひさまつ。めちゃくちゃやな。めちゃくちゃですね。はい、今日はひさまつ聡太くんをお迎えしまして、ちょっとね、奈々ちゃんと一緒に、聡太くんのことをね、ご紹介したいと思って、今日この動画を撮ってますけども、聡太くんちなみに自己紹介とかできるんですか？その場で適当にやってるからな。うん。いつもどうやって自己紹介してるの？やっほー、聡太だよ。やっほー、聡太だよね。ということで、ちょっとわかりにくいんで、奈々ちゃんの方からね、軽くちょっと聡太くんのことをね、ご紹介していただければと思いますけども、はい。聡太は今、まあ、人間界で言うと、小学校3年生です。うん、ちょっといや人間界という言葉が出ましたけどね、おいおい説明するんで。はい、まあ、大丈夫、まあ、大丈夫ね、うん。はい。で、年齢は9歳です。うん、はい。で、妹が1歳の、妹がいますよと、うん。で、お母さんの名前が、アミ。アミちゃん。小さな地球人アミでございます。はい、小さな地球人アミ、ね。マジで身長低いから。身長が低いお母さんね。可愛いお母さんがいますよと。まあ、ご縁があったのは今年の4月の私がいなべでの講演会に聡太が来てくれて、その時点でタレントです、はい、今もタレントですけどもタレントでしたと、で出会いましたよと。でその時はねリーディングのブースを出してたのね。だからもうすでに仕事をしていた小学校3年生、もっと小学校1年生の時から仕事をしてたね。仕事というかやりたい遊びとしてやったらば仕事になってる。遊びに金がついてきただけですね。遊びに金が。高校1年生からしてたのが、子供の気持ち、トークライブ。うん。もう仕事してるんだよね、小学校1年生からね。うん、そうそうそう。それは森の幼稚園の校長先生と、園長先生ね。園長先生。園長先生とお仕事してるね。うん。はい。っていう、小学校1年生からしてましたよと。で、私は今年の4月に出会ってるんだけども、3月に、開花した能力がリーディング。リーディングね。うん、だったんですね。ね、そんな感じだね。ちなみに、聡太くんはなんで地球に来たの？本当にどっから来て、何のために地球に来てるんですか？クラリオンっていう星から来てるんですけど、まあ、この瞬間、今、皆さんググりましたね。ググった。はい、クラリオン星って、ググっちゃったね、みんなね。出てくるよね。出ていますね。で、クラリオン星から来たんだね。そうそうそう。何しに来たの、クラリオン星から。地球の愛を学びに8回来ました。地球を愛を学びに8回来てるんだ。そうですね。8回目。約700年。ね、そうね。700年目。うん、っていう感じでいいのかな。そうね。今800年目に突入したらね。そうね。まあ、100年周期ぐらいでね。7回も来てますよと。今8回目ですよと。はい。8回目がラストになる。うん。みたいな感じで。で、クラリオン星では1時間、クラリオン星の1時間が地球の100年ぐらい。うん。ね。なので、こちらで学んでも、愛を学んで帰ったとしても、1時間過ぎてるだけなので、向こうの景色はあまり変わってない、ね。8時間しか変わってないから、全部足してもね。昼ご飯食べて、帰ったらお腹が空いてたみたいなもんです。そんな感じね。でも本体は、プラリオン星にあるんだよね。そう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 。年齢は、プラリオン星の。22歳。22歳なんだよね。だからクラリオン星では、なんかその電話ボックスが進化したみたいなところに行って、でもアバターみたいな感じなんですよ、本当に。それでこの世界の肉体は、この聡太くんっていうね、まあ、小学校3年生の肉体をまとって、今ここで生きてるんだけども、その星の意識とか情報とかを全部持ってるのね。魂なので、記憶があるね。そうだね。だからなんかね、クラリオンの話までしちゃうと、だいぶ長くなると思う。ああ、そうね。それを説明する動画なのか。うん、違う違う。それをね、説明するのは長くなっちゃうから。だから、僕はなんでこのね、聡太くんを紹介したかったかっていうと、僕が以前ね、皆さん、バシャールってご存知ですかね。
バシャールっていう、こう、結構有名な宇宙人がいるんですけど、彼に会った時に、彼が言ってたのがすごく僕が印象的で、今生まれてくる子供たち、地球に生まれてくる子供たちは、もうあなたたちとは DNA レベルから違うんですよってこと言われたの。要するに、その今生まれてくる子供たちっていうのは、自分が何者かも知ってるし、何のために生まれてきたかも知ってるし、で、いろんな情報とかあるでしょ？を知ってるって言ってることが、地球で80歳ぐらいの老人が、いろんな経験を得て知ってるっていうレベルで、すでに知ってる。そういう子たちが生まれてきてるんだよって。で、もっと言うなら宇宙から、宇宙人という人たちが地球にどんどん生まれてきてるっていう話を聞いてて、で、今、小学校で、例えば神様は小学5年生っていう、すみれちゃんっていう方が本を書いたりとか。3年生。あ、小学校5年生。5年生だよ。どっち？5年生。5年生か。うん。で、あの子は自分が神様だったことを覚えてて、で、それで今地球に来て、神様からの言葉を地球の人たちにこうメッセージとして伝えてるっていうのは聞いたことあるんだけど、彼はどちらかというと、なんかね、大人が、そのままなんか自分がこの経験してることを、このままの状態で、なんかストレートに伝えてる子って感じがしたの。なんか神様の言葉を伝えてるとかっていうことではなくて、自分の知ってる情報をストレートにこの子は伝えてるんだっていうことを感じたわけ。だから僕の話してた時の衝撃とは、実は僕バシャールに7回ぐらい会って実際セッションしてもらってるんだけど、僕の感覚はバシャールよりも知ってるというか、次元が高い。次元が違うんだよね。ね。誰が？あなたが。クラリオン星の方がバシャールの星、エササニ星よりも上の次元にあるでしょ？そうね。そう。そうね。そうそうそう。だから彼らが知らないような情報も、ソータは知ってるんだよね。めっちゃ知ってるってことだよね。うん。だから僕はそれが、すごく、なんか、衝撃。だから、子供だと思って話してて、僕もいろんなことを話すんだけども、ほとんどのことが理解ができるし、もっと言うなら、それ以上の理解を示してくる言葉を返してくるから、すごい大先輩と会話してるみたいな感じなの、実は。で、奈々ちゃんに終戦記念日のことを教えてもらったら、逆にソータが教えてたからね。そうそうそう。終戦記念日、本当は違うんだよねって始まって。うん。本当は、ね、何 ?9 月。9月2日。あ、9月2日ね。が本当は終戦した日、うん。日本が勝手に終わりますって言ったらいいやろかね。うん。8月15日はね。うん。そうだね。北方領土の話をそこからし始めた。そうね。うん。いろいろね。国のことをいろいろ考えてるよね、そうだね。そんだけ早かったからね。うん、取られちゃったんだよね。うん。だそういうのは歴史的なことも、なんか事実として知ってるってことは、多分向こうで、多分いろんなことを、学んで、こっちに来てるから、なんか僕らの聞いてる歴史って、ね、誰かが書いた歴史の本とか、誰かが書いたものを見て信じてる部分もあるけど、彼らはなんかそういうことをすごくね、ちゃんと知ってる。うん。それが僕はすごく、あ、なんか、そうかもみたいな風に感じるんだよね。うん。ソータの言ってる話っていうのが。うん。で、ヨンちゃんのね、あ、そうそう。ヨンちゃんがどういう人なのか教えてくれたんですよ、私。そこで言うと、彼のさっき言ったリーディングの能力っていうのは何かっていうと、その人を見たときに、その人が地球人なのか、宇宙人なのか、はたまた地球人と宇宙人のミックスなのか、ハイブリッドなのかが分かるみたいなのよ。で、元祖地球人です。で、僕のことをなんかね、元祖地球人っていうふうに言ってるの。それどういうことかみんなにちょっと教えてあげて。あのね、地球が隕石ぶつかり合ってできたっていう話あるじゃないですか。そのぶつかる隕石に乗って、サーフィンみたいに乗って、来たの。サイみたいに乗ってね。うん、人間第一号。人間第一号なんだって僕。まあ、そんな、今の人間じゃ無理ですよね。当然です。うん。うん。まあ、人間の体でその時来てないから大丈夫。うん。人間の体じゃなくてどんな風に来たの？どんな風？意識。うん。鉄板。鉄板で来たの？俺、鉄板できたから。こういう、なんか、丸い鉄板。うん。うんうん、中華料理とか、チャーハンとか作る、でっかい鉄板。ああ、鍋ね、中華鍋ね。鍋みたいなやつに、
顔だけ乗ってるやつが来たの。顔だけ乗ってるの。めっちゃ気持ち悪いよ。そんな状態で来たのね。うん。で、恐竜も3回ぐらいしてるとか言ってた。恐竜も3回ぐらいしてる。うん。草食、草食、虫を食べる弱い肉食っていうね。うん、めっちゃ弱いやん。めっちゃ弱いよ。3回ね、恐竜をしたりとかして、うん、ずっと地球にいるんだよね。うんうん、そう、だからアマテラス大神とかよりも上なわけよ。すごくない？これ衝撃な事実だと思わないですか？地球の元祖っていうわけですよ、ソータから見るとね。うん、で、私は実は地球に来たあの宇宙人らしいんですね。うん、で、地球に来たのは初めてなんですって。うん、だから地球のことは分かってないんですって。うん、で地球の元祖なんですって。そう。だから教えようとするとか、で、何言ってるか分からないとか、もっと言うと、ソータの角度からすると、騙されたっていう。なんでかっていうと、全く地球を知らないから、初めて教えてもらったことが全て本当だと思ってしまうから、騙される。地球が初めてなんだよね。すぐ騙される。ジャンちゃんがね。うん。だから結婚できたんだよ。そう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 。騙され婚みたいなね。騙され婚。偉いこと言われてますよ。ね。で、だからヨンちゃんが、実は、人とあんまり会いたくない人っていうのがあるじゃん。っていうか、地球に来すぎて、地球本体に惹かれてて、来ないでくださいって言われてるのに、改札ぶっ壊して来てるから、マジで地球本体にも、人間にも嫌われてて、ずっと惹かれてんだよ。だから引き離しパワーすごいのね。ただ、引き離しパワーがすごいおかげで、うん、それでずっとぶつかってると疲れるから、うん、もういいやってなっちゃう。うん。あ、俺が引き離しパワーが強いから。そう。地球にもともといたから会長って呼んでたよね。俺も会長って呼んでるんだから。会長は引き寄せる。引き離しパワーがすごいから、会長とぶつかると、絶対会長が勝つ。だからそうやって地球にも来れてるし、要素ってか会長と電車乗るときには、絶対3人のときは3席空きます。ちょうど。で、誰も座りません。で、私たちが座って、その周りも空きますから。新幹線の待合室みたいなところでも、めっちゃ混んでて、立ってる人もいるのに、要素の周り、ってか会長の周りは、全員いなくなりました。ね、誰も座りません。何十人分ですよ。とうとう、前も後ろも横も、全部空いちゃう。だからヨンちゃんは講演会にならない方がいいって言ったね。そう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 、向いてない。向いてないんだって、なんと。何が向いてるの？うん、一人でコツコツやること。寂しいよ、もうそれ。一人でコツコツとか。だから、そこで寂しかったから、騙せる人。あ、奈々ちゃんを手に入れたんだね。宇宙人で何も知らないから騙せると思って、騙され婚したのよ。衝撃の事実。でもヨンちゃんはこれを聞いても、うん、いやそうじゃないよって、まあなんかね、辻褄がちょっと合うなとかっていう自分の中でそう考えたら都合がいいんだ。これなんか物理学の世界の理論、物理学の考え方はちょっと似てて、こう考えた方が宇宙の成り立ちとかって説明つきやすいよねって、うん、みたいな感覚とちょっと似てて、ずっと僕自分の言ってることが人に伝わらない感覚とか、僕自分のことが理解されないっていう感覚。伝わらないんじゃなくて、理解できないようなのを発してるから、ね、そもそも理解できないし、しかも、会長が前に立つと、一緒にやってる人たちのことが、全部なんか引き離されちゃって、脱線しちゃったり、逆に伝わらなかったりしちゃうこともあるし、俺がいるだけでね。そう、ヨンソの方に気が引っ張られるから、会長がここに、前の方にいると、その話ばっかりしちゃうの。もっと言う、もっと言うと、会場にいるだけで、
気になっちゃうっていうね。そういう存在感があるのはずっと感じてた。で、私はヨンソの話をしたくないんだけど、どこ行ってもヨンソの話をしてしまうわけで、ヨンソからすると、俺のことを気にしなくていいから、気にしたくねえよって思うんだけど、でも、その話をずっとしちゃう。って思ったら、ソータもそうなっちゃってて、昨日。俺のこと気になってるもんね、もう。昨日、二人のお話し会なのに、後ろの方にいる、50人以上ね、いる会場の一番後ろにいるヨンソのことの話が多かったんですよね。ねえ。なんかしないと見えちゃうんだよね。ねえ。だから、ソータが、その、神様とかが、俺のが元祖ってことが分かってないから、要するに、僕が最初に地球ができる前に来ちゃったんだって。先に行きたかったもんだから、僕が。トップバッターになりたくて。トップバッターになりたかったくて、先に来ちゃったんだって。じゃあまだ地球がなんとできてなくて、お、できてないじゃん、みたいな。で、前の宇宙人だったから、それ、元祖の人が、めっちゃ偉そうにして、何でも買ってもらえて、めっちゃ楽に過ごしてたのが、憎くて羨ましくて、まだできたばっかの惑星じゃんって言って行ったら、できてねえじゃん。ってなって、で、神様たちにそれをソータが伝えたら、固まっちゃった。神様たちが固まった。あの人そうだったのみたいな。だからそうとか地球にもちゃんと伝えてくれたんだよね。そうそうそう。神様、これだったのが、固まっちゃったね。ねえ、地球本体に伝えたらね、あ、だから、うちら、もう負けて、もういいやって言っちゃってたんだっていうね。えらい驚愕の事実をね、2日ほど前に僕は聞かされましたけど、どう受け止めていいものなのかなというふうには思うんですけど、でもなんか、やっぱりソータは、なんかね、愛を学びに来た、ここに地球にね、だからまあ、要するになんかね、研修に来てるんだって、自分の星から、そうね、そうね、地球のことを学ぶために送り出されてきてるんだって。そうね。学んで帰るんだよね。で、ここでいろんなことを学んでいくみたいなね。で、そんな会長に、私、蕎麦が食べたい、蕎麦が食べたいって言ったら、勝ちましたからね。そんな会長に。もうあんま食いたくなかったんだけど、ね、食べさせたら。絶対自分を優先する会長が。私が優先する。いや、本当にそうなの。本当、本当よ。本当に。ね、またまた冗談なーって思うでしょ。それ当たり前だもん。うん、またら冗談じゃないかね、こんな冗談考えれる頭は私にはありませんから。そうですね。今日で3日目だけどね。だんだんね、教えてくれる。会長に会って3日目だけど、会長のいじり方が分かってきた。ねえ、めっちゃ俺いじってくるのよ、マジで。ねえ。だから俺、クラリオン星行ったら大人気になるんだよね。まあ、そうね。連れて帰りたいんだよね、俺はね。うん。だから地球のことが興味津々なんだよね。いろんな星の人たちがね、みんな。そうね。地球人には優しくしないといけないんだよね。そう。それが、生かしてもらってる礼儀なんだけれども、地球の4割が、人口の4割が、宇宙人なんで、宇宙人には容赦ないです。容赦ない、宇宙人にはね。で、なんじゃん、宇宙人で、こっち元祖。元祖、地球人。なのに、元祖をいじくるって、どういうことかわかりますか？わかりませんねー。はい、わかりませんねー。で、地球人に嫌われてるんです。地球人衝撃の人生の聞き方。地球本体にも嫌われてる。地球本体に嫌われてるんですよ。両方に嫌われてるから、その大勢の地球人、こっちもまでおもてなしをしちゃうと、大勢の地球人に逆らうことになってしまうので、なるほど。こっちに、こっちをいじくってでも、地球人に迷惑をかけてはいけない。矛盾してるんだよ。でもこっちにも迷惑かけちゃいけない。無理です。無理です。はい、無理です。完全に無理です。
ね、うん、どうですか。いやソーダは私は月1回こう仕事セットしてるんですね。今12月までセットしてるんですけど、で1回目、まあ、地元が三重県なので、うん、三重県と愛知県っていうの1回目2回目って来て、3回目初めてまあ東京ね、うん、こちらの方に私は一緒に来てるんだけども、今いるのも東京だからね。そうそうそう、で来月が9月は三重だ、うん、で10月が大阪、11月沖縄、ね、12月福岡かな、うん、みたいな月1回だけで、私はまあソータのソータのね夢があってね、うん、夢が夢って言ってもね、寝てみる夢じゃないですよ、うん、あリアルなね、なんですか夢、総理大臣になることね、うん、なので今からなので今から票数を集めてるんですよ、うん、なんでかっていうと25歳から総理大臣になれる権利があるんですけど、25歳のおっさんが、うん、はい総理大臣やります、あっそうだからさ、うん、はぁって話だから、うん、急に出てきてもね、ね、誰にも投票されないし、私も投票しないから、うん、うん、自分が投票しないような人にはなりたくないから、うん、だから今のうちからどんな人か知っといてもらって、うん、票数集めてもらうね、すごいですよ、もうちゃんと戦略がありますからね、そう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 、ですよ、ね、で活動するって4月に聞いたから、あちょっとね一緒に活動して、うん、ソータのことをねお伝えできたらいいなと思って今ね、うん、一歩ずつ、うん、今日で3回目だったので、うん、いろいろ感じながら、私は感じながら、あのこの地球にねどんな風に生きていくのかなと思って、能力はすごい高いので、まあ、見た目は子供なんですけど、まあ、子供のふりをしてる感じが私はするんだけどもね、うん、サイズは子供なんだけども、あの中身はもう全然子供じゃないですね。子供の着ぐるみをかぶった21歳のおっさんだから。おっさんじゃないの、青年じゃん、まだ。なんでそこのクラリオンではおっさんなの、21は、うん。そうだよ。あ、2歳から結婚できるから、おじいちゃんぐらい。寿命は何だ、寿命設定できるから、寿命設定剤があるから。寿命設定剤があるからね。ここにいる人からね、ちょっと質問が来ちゃいましたね、うん、カットするかもしれない、だからまあなんかね、まあ、小学生とかこれ子供がね言ってることなんで、まあ、どう捉えるかは皆さん次第だとは思うんだけども、なんか僕は聞いてて分かってる人が言ってる音と知識で言ってる音とか、なんか変な人が乗り移って言ってる人って全部やっぱり僕は感じ取れるって自分では思うんですよ。多分奈々ちゃんもそうだと思うね、うん、変なのが乗り移って言わされてる人とかね、自分の知識で言ってる人とか、でもソータは分かってる人の音だよね、バイブレーションが。そうそうそう、だから僕聞けるというか、ましてやまあこの容姿、子供という容姿なんで、なんかこっちも素直に聞けるって、これ大人だとまあまあね概念があるんで無理だもんね、うん、学校はね、あの学校の友達は基本的にあんまり話が合わないんだよね。そう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 。うん、で、あのお母さんが言うには、奈々ちゃんと喋ってるとどんどんと出てくるって。まあそうね。うん、多分聞いてくれる人っていうのかわかんないんだよね。で誰かには出さない時もあるね。あの聞いてくれない人には全く出しません。うん、まあ YouTube 以外。うん、聞いてくれた後、出てくる。うん。今は、やっぱ人間誰でもそうだと思いますよ。聞いてくれたら喋れるけども、本当のこと言っても、今度聞かないなと思ったら言わない。今、リーディングの仕事してるんだけどね、あの、実は20分、4000。4500円。うん、20分4500円でリーディングしますよ。これも聞いてたんですよ。価値を0円だとダメだってね。うん、うん。無価値になってしまうので、価値を表す一つの道具として人間は使ってます。うん。お金をね、うん、で20分4500円という設定があって、でこう、この動画20分超えでそんなこと言うのもあれだよね、うん、いいよ、編集さんもうちょっと短くなる、ね、全然編集してくれると思うよ、そうで、あの聞いてくるのがどうですかって聞かれるのが、あの答えれないんです。だから答えを求めるのではなくて、自分が何を知りたいのかってことを持ってこないとお金は無駄になりますよとか言うんだよね。そういうのをお金と時間の無駄遣いって言うんですよって言ってるね。
うん、質問されたら一応答えるね。うん、うん、そうね。まあソータがね、今10歳なのかな、小学校3年生ですか。9歳、9年間地球を見てきて、なんか どんな風に見えてるの、地球のことは今のところ。どんな風って、うん、それは。だって9年前は地球のこと知らなかったわけでしょ、クラリオン。いや、めっちゃ知ってるから。あ、知ってるの。じゃあ今の。だから8回目だから。じゃあ今の地球と8回、その前の7回と何が違うの。何が違うっていうと。うん、だって、8回見てきてるわけでしょ、全部一緒の地球なの、8回とも。うん、全然違う。違うでしょ。だから今の地球はどんな風に見えてるのかなっていうのを聞いてみたいなと思う。前と比べる。そう。僕は記憶がないから分かんないの。元祖のくせに何も覚えてない。俺今しか分かんないの。でもそうとは覚えてるから、何がどうやって変わってきてるのかなと思って、この星が。具体的に言わないと、何がどうって言われてるの。例えば、携帯はないでしょ。うん、そうね。携帯ない。服装は服装は、枯葉とかで作ることもあったけど、すぐ破れちゃうから、うん、羊の毛とか。おー、そんな時代なんだ。うん。服。うん。枯葉って言ったよね。枯葉で作るのめっちゃすぐ割れちゃうから、うん、めっちゃ繊細だから、作るのめっちゃ大変だよね。うん。今の地球が一番今までの地球の歴史でテクノロジー的には一番高いの？まあ、そうっちゃそうよね。うん。どういうこと、そうっちゃそうって、そうじゃないところがあるの？ソータが見てきた中ではそうだけど、うん、それよりもっと前にはすごい時があったかもって意味で。あ、そういうことね。そういうことね。ソータ見てないけど。知らないっていう意味で、そうやって言ったら、うん。情報としてはなんとなく知ってるけどって。知ってるけど。直接は見てないよって。うん、なるほどね。うん。なんか人間の意識で言うと、具体的に古代の人たちと、ソータが見てきた地球の人と今の人たちで言うと、意識はどう違う？意識はどう、うん、なんか、うん、結構今で知恵があるって言われる人でも全く知恵がないように見えちゃう、うん、なぜかっていうと、うん、古代の人たちって知恵しかなかったよね、うん、学力もいらない、うん、お金もいらないから、うんうん、知恵だけあれば生きていける、うん、その時の持つべきものは友達っていうのは合ってるかもしれない、うん、今はちょっと違うような気もするけどね、うん、なるほどね。友達作ってめんどくさいこともあるかもしれないけど、うん、その時は友達がいればいるほど食料も集まれば、うん、家も作れるし、うん、豊かな生活ができたから、うん、ぼっちなやつはすぐ死んでた、うん、友達作らないと死んでたもん、うん、そうね、うん、友達がいないと生きていけないよね、一人だと。そう、うん、だから、うん、コミュ障はコミュ障だったり、うん、人が嫌いだったり人に嫌われてる人は、うん、その時代だったら一発アウト、うん、俺よう生きてこれたね、そういう意味で。いや、生きてこれなかった。あ、俺生きてこれなかったね、やっぱり。ずっと死んで生き返って、うん、死んで生き返って、うん、死んで生き返ってを、うん、1ヶ月ぐらいで死んじゃうから、ずっと繰り返して、ずっと繰り返して、何十年、何百年と過ごしてきたから、うん、ある意味すごいよね。すごいね。サイクルが短いんだね。普通の人よりね。じゃあ今回長い。長いね。うん、テクノロジーのおかげでね、うん、知恵がなくなってきたからね。なるほどね。要するに知恵がなくて、別にそんな友達いなくても生きてる時代だから、俺は今長生きできてるんだね。そう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 。なるほどね。あれ、要素の紹介になってない？まあ、そうなっちゃうね。じゃあ、ゾウタ、例えばちなみにこれから地球がどうなっていくとかっていうのは見えたり感じたりするの？見えない、見えない、感じれない。それも感じられないんだね。未来無理だから。未来無理ね。もう今しかわからない。うん、今か過去は。うん。っていうことですね。じゃあ、これからもゾウタはこういったお話し会とか、リーディングをしながら、うん、ソータのことを知ってもらって、で、票を集めていって、25歳になったら総理大臣になって、何するんですか、総理大臣になったら。総理大臣になったら日本がなくならないようにするって。日本がなくならない。どういう国にしたいっていうのは全くない。ない。なくならなければいい。うん。日本はなくなっちゃダメなの。うん。なんで日本はなくなっちゃダメなの？だって、
800年目っていうか700年以上学ばせてもらってる国を私が動かなかったからなくなるっていう風にしたら、向こうに帰った時に一発で殺されるので殺されるんだ。あの殺されるっていうのはちょっと僕らの言ってる殺されるとはちょっと次元が違うんですよ。死ぬっていう概念が違うから僕らと。うちらの概念だとリセットっていうね。うん、物心つく頃には結婚できるから、うん、あの時のソーダだよって言えば再婚ができる。あの時のソーダだよって言ったら2歳で再婚もう一回できる、ね。うん、リセットボタン押されてるから、あ、やばいぞこいつって。あっちが遠隔でリセットされて、ソーダがコテっていっちゃうみたいなことね。うん、そのみんなのルールみたいなのにソーダが破っちゃうと。うん、ポチッ。で終わった。リセットしておいで。うん、だからなんかね、受け継がれる、自然死じゃないと。そう、死っていうものに対する捉え方がやっぱり僕らと全く違うから、あの別に死んだ親が死んだりしたりしても離れても別に寂しいっていう感情がないんだ。ない。これって地球人独特なんだよね、こういう感情を持つのって。そう、うん、もうちょっとなんか別に普通な行ってらっしゃいぐらいの感覚なので、そう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 、また戻ってくるからみたいな。うん、別にバイバイぐらい。うん、したら一回リセットしたいかも。めっちゃおじいちゃんだから、22歳おじいちゃんだね、向こうで言うと。うん、うん、だからクラリオンに帰りたいって言うって言うから、今のお母さんと離れるの寂しくないの？いや別にって。別に別にって言うんだよ。うん、お母さんがいないとポコンって出てこれないからさ。うん、ねえ、なんで今のお母さん選んだんだっけ？能力を潰さない、こうやってやりたいことを潰さないから、うんうん、お母さんがね、うん、その別のお母さんだったら今こういう活動してたら、こういう何かが見えるとか言ったら、大丈夫、精神科行こうかって本当だから、うん、なるから、うん、言われちゃうね。ね、でも大人ってそういう人やっぱ多いもんね。子供がそうやってきてると、そんな人は、うん、この動画を見てないと思う。あ、ね、見てる人は、分かる人は見てくれてるんだね、ちゃんとね、うん、僕がそういうじゃない人は引き剥がしちゃうから、ちゃんと、うん、ね、なんと僕のパワーがここでも発揮されるというね。で、日本、なんで日本を選んだの？じゃあ800年も。他の国もいっぱいあるじゃん。他の国は一番学びにくかったから。あ、学びにくいんだ。日本は学びやすいの？うん。なんで？なんで？愛の国というか、うん、一番入りやすい、理解しやすいようにみんなが説明してくれるから。ああ、なるほどね。しかも自分も学びやすいからさ、うん、学校とかもちゃんと義務教育であるし、うん、まあ行く気はないんだけど、うん、行く気はない、学校に行く気はないんだよね。けどシステムはちゃんとしてる、ね、システム、うん、なるほどね。やっぱり愛の国で愛が学べるし、理解もみんなしてくれるし、うん、受け入れやすいしから活動しやすいな、ここの国がね、一番そうだとしては、うん、だからここを選んだ場所としてね。そう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 、うん、なるほどね。で、今ここで学んだことをムラリオにこう転送してるんだよね、うん、そうね。うん、どうですか皆さん、ね、動画内でだいぶ伸びてたから物理的に伸びようかな、ね、物理的に今伸びようとしてる、伸びなかった、あ、ねね、まあそういうことで、まあ、ソータ君の話に関してはね、細かい話すると、まあ、長くなるんで、今日はねさらっと、まあ、結構紹介するような感じになってるとは思うんですけども、まあ、これからね、あの奈々ちゃんともあのお話し会がね、あの続くんで、この動画にね、スケジュールが載せるし、また別のね、方とも、こう、子供の気持ちがわかる、お話し会もやってますし、まあ、リーディングっていうのもやってて、まあ、皆さんのね、なんかどこの星から来たとか、どんな特性を持っているかとかっていうのをちゃんと教えてくれる。で、それを、そうたくんに、今聞いたら、きっちり料金と時間指定だけはされるんで、それがものすごいしっかりしてるのよ。なんか人間って思わずちょっとサービスしてあげようかなとかって思っちゃうでしょ。ない。ここから有料ですから、うん、それはちゃんと予約してちゃんと来てくださいっていう風にものすごいしっかりするし、お金の観念とか概念とかもすごいちゃんとしてる、このお母さんマネージャーね、うん、ね、なんでぜひね、あ、そうたくんとか気になったよっていう方は、まあ、うん、奈々ちゃんとね、そうたくんのお話し会に参加してもらうと、まあ、その場でね、あなたがどこから来たかっていうのは、昨日5、60人ぐらい集まってて、全員教えてた。まあ、聞きたいっていう人たちがね、もちろん。聞きたいって手を挙げた人には、あなた、地球人とか、あなたは、あの、ハイブリッドとか、あなたは何々星から来たっていう、ね。まあ、そんなこともね、伝えてくれるんで、まあ、聞くと、わからない。
なんか、聞いた人がなんか納得してるよね。うん、そうね。あ、そうなんだ。そうそうそう。すごい、ほっとしてる人が多かった。ね。うん。自分のことは分かって。ヨ、う、ア、ん、ちゃんもそうでしょ。そうね。ちょっと自分のことは分かって。私も分かってちょっと救われた。それは地球だから話が合わない。嫌われてるんだ。嫌われてるじゃ分かんないけど、話が合わない理由が分かった。まあ、こっちは宇宙人で、僕は元祖地球人なので、物理的な、こう、次元が違うところで生きてきた人たちだから、やっぱり噛み合わないのは、うん、でもお互い、僕は奈々ちゃんを通じて、そっちの世界を学んでるし、奈々ちゃんは地球にいる以上、地球人のことをナビゲートしてくれる人が必要でしょ？だから僕はナビゲーターになってるのよ、奈々ちゃん。下がれなくなっちゃった。でも映ってるからね。はい、まあ、ということで、今日はこれぐらいにしておいて、ぜひね、またそうたくんに会いに来てください。ということで、そうたくん最後みんなにメッセージを。バイバーイ。はい、バイバーイ。